大井熊さんこと鈴木たけしさんです。おはようございます。おはようございます。今回もよろしくお願いいたします。こちらこそ。はい。幸運と金運を呼ぶ、えー、玉手箱ということでですね、今日その調査紙に書かれている第二回目、まずちょっと朗読をしたいと思うのでお聞きいただきたいと思います。玉手箱その二。続ける秘密。私は三日坊主ですという方が世の中には結構たくさんいらっしゃいますが、心の中では 三日坊主を卒業したいと誰もが思います。そこでくま三流の秘密です。丸一。体に相談。丸二。簡単に。丸三。かっこつけない。この頭文字の三つの。か。イコールみかんで解決です。くま三流の縄跳びの例を聞くと。目から鱗です。 熊さんの縄跳びはなんと縄を触るのも1,000回跳ぶのも「今日縄跳びをしました」となるのです「触るだけ」という項目を加えることでどんなに疲れていても面倒でも1日も欠かさず続けることができるんです1日2日とお休みしてしまうことでペースが乱れて続けられなくなった例は 世の中にいいっぱいあるはずです何かを始める時つい霧の良い日程で始めようとしたり道具や洋服を揃えたりとかっこつけてしまうことでスタートが遅れて始め損ねるケースもきっといっぱい何かをする時実際に動くのは体体と相談しながら知恵を絞って簡単な方法を見つけてスタートしてみると あら不思議。意外と物事は続けられます。という形で小冊子の方にご紹介させていただいたんですけども続けるおっしゃる通り。はり、い、私もあの若い頃はね、えええー、まあそれなりに今年こそは今年こそはということで、はいええ、いろんなチャレンジをしたわけですね。ええ、でも結果的に、 年末になるともうコロッとコロッと忘れちゃって飽きずにまた来年もという繰り返しでそういう時の自分は俺はダメだなと何を挑戦してもねなかなか続かないしうまくいかないとダメな人間だというそういう感覚っていうのはよくわかっています。 ですよね、はい、ついつい自分を責めてしまって、自己嫌悪に陥る繰り返しですよね、そう,そうなんですねところが、うん、あの先ほどもあのお話ししたああの、ね、読んでいただいた極意っていいますかね、かはい、3つの蚊、ええ、これに気が付いてからは、まあ、今は、私は、まあ、極端に言ったら何でも続くという心境に、ですねできない私ができる私に、今、 変わられましたねよね。あの、まあ、ここで紹介する時間がなくなってしまうんですけど。熊さんが続けられているもの、山のようにありますものね、はい。ございますね。<laughs> ですから。一つでもいいんで。はい。これは続いてるよ、続けられるよというものを。一つ身につけると。はい。それが火種になって、どんどん、あの、続くようになると思います。と思います。各くい私もですね。熊さんと出会って七年ちょっと。なんですけど。 それまでは私はです、ね、やっぱり続かない私が圧倒的だったんですよ、もちろん続けられているものもささやかにはあったんですけど自信を持って私は物事を続けられますとは言えなかったところが、ですねこの秘訣、秘密を教わってから自分なりにいろいろ工夫してみた結果続けられるものがすごく増えましてそうなんですね、はい、この放送もまもなく丸4年ですよ。ややっぱりやろううという 考考ええるるののは頭の担当者が考えてるんですはい、はい、ですから、頭の担当者が考えたことをやろうとしちゃうから、ええ、まあ無理がある、ええ、続かないと絵に描いた餅になっちゃうんですよねそうなんですよところがかあの頭,頭で考えた担当者の考えを実行するのは体ですから、はい、自分の体に相談するというそこに気がつかなかったんです。なるほど 確かにそうですよねですからくまさんの目標っていうのはこうそれこそ絵に描いた餅のの逆で実践できるかなりこう現実的な数字そうです、ね、例えば縄跳び1000回やろうとか絶対計画立てないですもん、ね、熊さんんねねさの場合そう,そ,うそうなんです、ねはい、だから体で考えたことを今まで多分できなかった人はかあ頭で考えたことをそ,そのままやろうとしていますので、はい、ぜひ。 やるるののは自分の担当者である体であ体すから手足に相談してですねこういうことをやりたいと相談してみたら多分ね手足の方は急にそんな格好つけるなと無理です無理でということになりますのでね体によく相談することそうすると大体できなかった私の時は縄跳びであればね来年こそはっていうんで毎日100回やりたいとこう頭で考えて挑戦しちゃうわけですが。 以個は体に相談すると、100回やめとけと、体に相談したらもっと簡単にしてくれと、10回にすると、10分の1の10回にすると、そうすると、かなりハードル下がりましたね。下がるんですね、それよりももっと極意は、触るだけと、今朝も私は縄跳び、触って、ここへきてるわけですね。今日もククリリアアですすねなぜるかったら ちょっとした工夫で玄関の扉に縄跳びがぶら下がってるんですだから玄関を出るときは縄跳びを触ってここへ来なければなりませんので自動的に縄跳びしたことになっちゃうそう,そうです、うん、でもう一つ大事なのは、はい、さっき言った続けるということは私は縄跳びを一生続けられるんですなぜなら、はい、今私は 75歳ですが現在も続いてますしこれが80、90なってもですね私は縄跳びを続けることができるあるいは縄跳びをやってますということが言えるんですねなぜか縄跳び触るだけですからベッドの横に置いとくだけでも置いとくだけで私は縄跳びは続けてますとよく言うのは 昔はよくやってたと、ええ、でも今やってないよという人も多いかもしれません多いいと思います大事なことは今もやってるというレベルで自分流に工夫されることをおすすめしますし、ええ、今日はまあせっかくラジオで呼んでいただいているのでスペシャルもう一つです付録をね何でしょう一つは体に相談する二つ目は簡単にする、はい、それから三つ目はかっこつけなくて触るだけというかっこつけない。ね もう一つはですね、金をかけないことです。四つのになりましたね。はい。お金をかけないで、私の場合だったら。現役の頃、縄跳びを買うと。い。うことをせ、はい、しないで。会社の中の。はあ、まあ、捨ててあったな、あの電線のコードをね。ええ、活用して、縄跳びを実は始めたというのが原点なんです。いや、それはびっくりです。待って縄跳びの縄って。 決してそんなにお高いものじゃないじゃないですか、はいはい、節約するレベルとはちょっと思いがたいんですけどもそれでも目の前にあったゴミを活用して縄跳びを始めたそうですすすすごいびっくりです、はい、ですからその、まあ、自慢じゃないんですけどそ,のそういう縄跳びだったもんですから何万回かやりますとね、えー、まあ擦り切れちゃうんですがは<ー>その擦り切れた縄跳びの <縄>縄の橋をね、ええ、私はその記念に続ける、その記念としてね、ええ、私の金庫の中にございます。うわー、<laughs> いや、本来、金庫の中っていうのは、金目のものがしまったるとこじゃないですか、はい、まあ他の回でね金庫についてのお話をいただいてますけども、熊さんの金庫の中身は本当に、熊さんにとっての宝物の保管庫なわけですね。おっしゃるる通りりでですそうかいや擦り切れるまで 電源のコードを使って縄跳びをされ、はい、その切れ端の残った部分を、宝物として保存されている。これ、なかなか普通の方が思い至らない、考え方だと思うんですけれども、これこそがやっぱり熊さんの原点ですね。そうですね。うん、なるほど。一番やっぱり知恵が出るのは、お金をかけないというのもですね、ええ、知恵を生み出す武器というか、うん、その。 一つの考え方ですよね私も確かにですねお金にゆとりがある時はついお金で解決しちゃおうという方向に走ってしまうんですけど <laughs> ないと、まあ、食事簡単な例で言えば食事のおかずだってないなら一生懸命あるものであり合わせでおいしく作ろうって努力しますでも、お金があれば今日外食しちゃおうかってなっちゃいますでも、あり合わせのものから目からうろこの新しいレシピ生まれたりするわけですよ。うん 結局ここううういうことですよねだから、お金が知恵を出す、いわゆるお金が金ありきでなくて、知恵ありきということで何事からもスタートされると、意外と続くヒントが隠されてる、生まれてる、来、う、る、ん、かもしれませんね。そうか すごいですね。ちなみに最近熊さん新しく始めたこと続いてることとかって何かありますか。もちろんもちろんありますよ。何かご披露いただけますか。<laughs> ちょっと言いにくい部分もあるんですけどもね。はいはいあのやっぱり十年かけて、えー、新しいテーマをね。はい、えー。今チャレンジ中です。あら。だからあのこれもその何ていうの世間では不可能だとかね、えー、無理だとかダメだとか、はい、前例がないとかという。 そういうテーマを言われるとこうへそ曲がりですから、おいじゃあ,あやってやろうかということで今、えー、10年計画でこの70歳代は、はい、あの現在、えー、挑戦中です、約2万円ぐらい、いろいろポスティングして、はい、誰にも気づか,気づかれずに誰も傷つけない、はいえー、それで世の中を変えていくという、まあ、大げさな言い方をしますけど。 自動販売機に、ね、回収ボックスをこう設置して行った時のごとく,とくとあ今もやってますけどね<ー>だから全然こうなんとか話題性にならない気づかれない、えー、のが私の極意ですのではいいすすすごいででね個人的に楽しんでやってます、ね、<laughs> いやここがまた熊さんらしいところで <laughs>、はい、実は世の中を大きく変えてしまう火種を。 ね、火種であったりするんですけども、誰にも気づかれずに、コツコツやって。いつか形になる。でも、誰がやったか知らない。そうですね。うん、そんなことをまた、今新たになさっているわけですね。そうです。いや、実現した時には、またちょっとお披露目いただけたら、嬉しいな、<laughs> はい、なんていうふうに思います。まし楽しみにしております。はい、今日も素敵なお話ありがとうございました。はい、いや、こちらこそ、ありがとうございました。はい、来月、またその三をご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。わ、はい、かりました。はい、青井くまさんでした。